なんだ？え？何があった？いや、なんか爆発事故とかで。おい、あんた！キリュウ、だってさ、ハルカは。すまん、奴らまさかここまで派手にやってくれるとは。何があったんだ？ハルカはどうした？ほんの1時間くらい前だ。ハルカ、何してるんだ？私、やっぱりここにいちゃいけない気がする。え？私、キリュウのおじさんのこと好きだけど、私がここにいるとおじさんに迷惑がかかっちゃう。何度も危ない目に遭っちゃう。ハルカ、だから私はいなくなった方がいいの。お母さんももういないし。本当はもっとおじさんたちと一緒にいたかったけど。はるか！すまねえ、キリュウ。奴らギャングの連中だ。ハルカをさらっていきやがった。ギャング？この町のグレン隊だ。ヤクザのヤバい仕事なんかを引き受けてる。赤、白、青の3つに分かれてるんだが、まとめて襲ってきやがった。ハルカさらったのは何色なんだ？河原のシステムがダウンしちまってる。わからねえんだ。なら、しらみつぶしにするしかねえな。俺は署で情報を集めてくる。ハルカの居場所が分かるかもしれん。分かった。俺は署でハルカの行方を探って。町に出ればまだギャングどもがいるはずだ。奴らのアジトにハルカがいるかもしれん。なんか用かよ？青のギャングだな。だったらなんだよ。ハルカはどこだ？え？
お前らがサイの河原から連れ去った女の子だ。頭おかしいんじゃねえか。知らねえよそんなガキのことは。俺らはホームレスを殴りに行っただけだからよ。やっちまうぜこいつ。さっきはちょっと暴れ足りなかったしな。一丁遊んでやるよおっさん。お前ら本当に遥かを知らねえのか。はい、俺らはチームでも下っ端ですから。でも白の連中なら何か知ってるかもしれません。白いギャングか。そうです。奴らならその辺にたむろってますから。本当すいませんでした。勘弁してく。おいおい、あんたな、ここはおじさんの来るところじゃないの。帰りな。下っ端に用はねえ。リーダーを出せ。断るって言ったら？お前らが怪我をするだけだ。面白え。やってもらおうじゃない。なんだてめえは。はるかはどこだ。おっさん、わけわかんねえこと言ってんじゃねえぞ、おら。やんのか、こら。ふざけんな、親父。やろ、舐めやがって。おい、この親父ぶっ殺しまえ。
遥かをどうした、どこにやった。知りません。俺らはブラッディアイの連中に誘われただけで。ブラッディアイ、赤いジャージの連中です。あいつらに聞いてください。どこにいる。劇場前の広場にデボラっていうクラブが、そこが奴らのたまり場っす。キリュウだ。伊達だ。警察におかしな動きがある。本庁の捜査一課に遥の捜査依頼があったらしい。一課にどういうことだ。詳しいことはわからん。ただ遥は誘拐の被害者ってことになってる。東上会とは別の組織が動き出したんだろう。キリュウ、奴らより先に遥を抑えるんだ。急げ。分かってる。遥かはどこだ。お前誰だ。知っててもお前なんかに言わねえよ。口の聞き方に気をつけろ。やるってのかよこれ。お前がリーダーか。違います。リーダーなら下に。リーダーは。こんなことしてタダで済むと思ってんのか。遥かを返せ。さもなきゃお前ら皆殺しだ。兄貴面白いぜこいつ。やれるもんならやってもらおうじゃねえかよ。Yeah!
Huh!
つら。死んだも同じだぞ。ハルカはどこにあった？知らねえよそんなもん。待って、どこだ？ハルカはどこだ？俺らは金で雇われただけなんです。雇い主は誰に雇われた？ランカーのです。子供は地下街のハーさんのところに。ラウカーロン、ラウさん、先ほどの祝杯に薬を入れました。キリュウさん、ダジマ組の皆さんは我々と対等のつもりなのですか？何？偽造パスポートに2000万、我々に敬意を払っていないからそんなことが言えるのです。だから我々は敬意を勝ち取るように努力します。キリュウさんにご協力いただいてね。あなたの死に方がむごいほど何よりのメッセージになるのです。では。遅くなったな、カズマ。おやす、足が。何？お前のためなら足の一本や二本。すんません。長居は無用だ。すぐに安全な場所に連れてってやるからな。奴がハルカを。
キリュウ、ハルカは見つかったか？いや、まだだ。そうか。今、サイの河原のお前のアジトにいるんだが、詳しい話も聞きたいし、一度合流しないか？わかった。まだ来ないやつやる？来たか。どうだ、何か分かったことはないか？ハルカを連れ去った奴らはジャカの連中だ。何？ジャカだと？ああ、ギャングの奴がそうほざいた。ハルカは今横浜にいる。だとしたらここで準備する必要があるな。ジャカのことだ。何が待ち受けてるか分からない。キリュウ、準備ができたら声をかけてくれ。車で横浜に向かうぞ。おっと、おい、気をつけろ。横浜へ向かう準備はできたのか？そうだな。わかった。それじゃあ横浜へ向かうぞ。そうか、ガキを奪ったか。いい、今中華街の本部に監禁してます。これで例のお約束守っていただけるんですよね？おう、お宅のジャカには30で文句ないやろ。 30？ じゃあ島野さんは70ってことですか？いや、うちは50や。なら残りの20億は？おお、来たか。なら紹介するわ。これが五代目近江連合の寺田いう男や。以後お見知りおきを。錦山のアホからガキの情報を持ってきたんがこの寺田や。残りの20はこいつんところや。そうでしたか。それはそれは。錦山のガキや、まだまだ極道の怖さ知らんで、年が20も下のガキに出し抜かれるかっちゅんじゃ。